Ding. Ne. この時が来たわね。ありったけの力をハデスにぶつけましょう。泉へ向かうには神殿に力を注ぐんだったわね。もういい加減この展開にも飽きてきたけど。頼りにされているのだ。答えのわけにもいくわい。わしは東の神殿へ向かおう。解放するため、そしてみんなの未来を守るために。何をしたところで今の俺にかなうはずがない。消し去ってやるよ、お前たちの命も未来もな。ハデス殿、今こそあなたと決着をつける。我らには多くの死地を乗り越え得た絆がある。その力で世界を救いましょう。お前たちとの決戦にふさわしい舞台を用意し、さあ存分に楽しもうじゃないか。姿形は同じだ、実力は似ても似つかない。気兼ねなく叩きのめしてやるとしよう。守るからには傷一つつけさせはしない。驚いちゃった。あなたってこんなにできる子だったのね。
敗北というのもなかなか思う。またお前と戦える日が楽しみだ。これからもその調子で励むがいい。最後、決着をつけようぜ。では、神殿に我が力を注ぐとしよう。泉へ通じる道を急ぎ開かねばな。助け出せ。行きます。戦況は好ましくない。私に少々おごりがあったのかもしれない。素晴らしい活躍だ。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。さあ、かき乱してやろう。ということか。人の身でここまでやると、一体どれほどの力を秘めているんだお前は。ならばと思っておりました。こうなっては致し方ない。出直すとしよう。
佐藤チーユとの天下の争だ。俺の見込んだ通りだ。戦ぶりだな。見ていると私も勇気づけられるよ。私にどの手加減を忘れ、手加減なしだ。熱いのはお主の力。この復帰が計ってやるわい。戦界の幻影を倒しちまったのか。ま、今の俺の力ならあの程度いつでも作れるがな。ハデスよ、力に溺れてはならん。ユードラシルの力を吸収し続ければお前とて。この後に及んで俺の心配か。どうせ心にもないくせに。無理するのはよせよ。人の身でここまでやるとは、一体どれほどの力を秘めているのか、お前は。ついに時は満ちた。
暗く冷たい命令、この瞬間を待ちわびていた。ゼウス、今こそ俺はお前を倒す。そして前転を滑る神々の王となるのだ。良い働きだ。その勢いに乗るのも一興だな。力を授け、ねえ、勝負してかない？本当の力、僕に見せてよ。恐れを知らぬなら挑むがよい。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。奇跡よ、どうしてそんなに賢明でいられるのだろう。こうしてみて俺が混沌に飲み込んでやる。さてどういきますか。おお、アレスとアテナの幻影ではないか。本物より骨があるやもしれぬな。失礼、幻影ごときに遅れを取るなどありえません。逆らう相手を間違えたな。その浅はかさ後悔させてやろう。ウーリンカザなんという強さだ。これがイルドラシルを得たハデス殿の力か。さてどう行きますか。ずいぶん苦しそうだな。そろそろ諦めて命乞いでもしてみたらどうだ。諦めるわけにはいかぬ。ユグドラシルを滅ぼし世界を救ってみせる。ユグドラシルを滅ぼす、本当にできるのか。それはオーディンの魂を滅ぼすことと同じなんだぞ。いいえ、オーディンの魂は救えるはずよ。この神器バイデントを使えばね。ユグドラシル力が消えていく。オーディン、やってくれたな。だが力を得る術は残されている。俺はまだ負けてはいない。ハデス殿、一体どこへ。ハデスったらまだ何かする気みたいね。あの子の力を強く感じるわ。こっちよ。オーディ、息が上がっているようだな。放っておいてもらおう。久々に魂を得て喜びに打ち震えているところだ。どうだ、なかなかいいだろう。ユードラシャルに作った俺の城さ。さあもう一度やり合おうじゃないか。かかってこいよ、死ぬ気でな。力負けするなって。さてどう行きますか。行きます。行きます。待て、アレスの支えになってはならぬ。また妙な力を吸収しているようだ。ハデスの周りにある祭壇、あそこからハデスに力が送られているみたい。まずはあの祭壇を何とかしないとね。逃がさないぜ。
階段は怪物が守っているみたいね。怪物を倒せば無力化できるはずよ。私は北東の祭壇の王様。ペルセウス、私たちもオーディンに続くぞ。分かった、共に行こう。ペルセウス、私と共に来る。南西の祭壇は俺に任せてもらう。南東の祭壇を目指すとしよう。随分と張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。共に行かん。はい、承知。これが天の奇跡よ。行っちゃいくぜ。加減なしだ。熱いのはお嫌いで。はっ、おーって敵将撃つだけなんだよ。さあ先に出してやろう。祭壇を制圧した。力の流れも途絶えたよ。勝てろ。なかなかやるな。それじゃあこんなのはどうだ。これほどの幻影を容易に生み出すとは、一体どれほどの力を吸収している。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに懸命でいられるのだろう。神通力始まり。祭壇は制圧した。これで少しは戦いやすくなろう。さあ幻影たちよ、奴らを消しちゃってしまえ。本気じゃよ。私に挑む。よかろうか、かかってくるがいい。さてどういきますか。本気だよ。わしの王、俺が一助となればかっこいいだろ。これからもその調子で励むがいい。ぶちかましちゃうよ。
敗北するのもなかなか。お前と戦えるのが楽しいんだ。こちらの祭壇も無力化して、少しはハデスの力を削ぐことができただろうか。まだまだ行くぞ。もっと俺を楽しませてくれよ。風の子たち、素晴らしい戦ぶりだな。
見ていると私も勇気づけられるよ。軍神の娘として当たって砕けます。勢いに乗るのも一興だな。さてどういきますか。行きます。ハデスの力を抑えられよう。行きます。さていつまで持つかな。幻影たちよ、地の底よりいでよ。行きます。さあ行くわよ。大地に勝利への道を切り開くの。守りは私が引き受けよう。どうか役に立たせてくれ。さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。我が名は乱世超えてみせいよ。本気だよ。そりゃほう、俺の前に立つ。いいのさせてくれたじゃないか。ああ、勝負と行こうぜ。こんな争いは無益です。ゼウス、
ストロを倒したとして、あなたの心はそれで本当に晴れるのですか？ハデス殿、いや、これ以上は勝てるまい。いざ勝負。見てくれガイア、なかなかよくできているだろう。全部私の幻影。おお、こんなにいたらありがたみがなくなっちゃうじゃない。これほどの憎しみを心の底に隠していたとはな。その劇場、他に向けようがあったであろうに。黙れゼウス。そんな陳腐なセリフで俺の心が動かせると思うな。ハデス、貴様はこの手で滅ぼしてくれる。私を生き延びさせたこと後悔するがいい。吸収し続けているのだ。何らかの影響が出始めたのかもしれん。まだだ、まだ幕は降りていない。さあ、お互いに死力を尽くそうじゃないか。何かしら、とても良くないことが起きる予感がするの。とにかくミーミルの泉へ急ぎましょう。悪い予感を現実のものとさせないために。破壊神の幻影まで作り出すとは。ハデスめ、力を使いすぎだ。いい出来だろう。今の俺に不可能なことはない。俺こそが神々の王にふさわしいんだ。随分と張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。我はオロチエア、オロチエア、道は開けたわね。さあ、ミーミルの泉へ急ぎましょう。俺が行くしかねえ。勝負だ。負けるなって。素晴らしい活躍。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。ゼウスの力、その立場、全てを奪い了がす。今の俺には一生だけの力があるはずだ。さあ、今度こそ幕を引きましょう。滅びゆくこの異界とハデスの暴走に心を一つにすれば越えられぬ七などない。この試練も我らならば必ず乗り越えられる。ああ、雪村殿、我らの力で世界をあるべき姿に戻そう。
素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろう。この戦で俺が本当に乗り込んだ。解き放たれ、輝くオリンポスの頂点に君臨する時、ゼウスを超える。この俺が神の中の神となるのだ。相変わらず凄まじいですね。配下の者の功も残しておいてください。さてどういきますか。ゼウス、お前を倒す。お前を超えてやる。うん、来い、ハデスよ。勝負あったな、ハデスよ。神々の王たる我が力、思い知ったか。と言いたいところだがな、今回勝ちを得られたのはわしの力がお前より秀でていたからではない。違いがあったとすればただ一つ、神といえど単独ではなせぬこともある。そのことを示し力を貸してくれる者たちがいた。それだけのことなのだ。お前ともまた
そうした中に戻れることを信じている。参ったな。やっぱりここは俺には眩しすぎる。冥府へ帰っちゃったのかしら。まあ最後まで勝手な子ね。ですがゼウス殿のお気持ちはハデス殿にもきっと伝わったと思います。どうやら我らも長いは無用ということらしい。その通りだ。ユグドラシルは核を失った。もう長くはあるまい。サーレ、ここは我が命を懸けて作り上げた場所。一人で見取らせてもらおう。オーディン、あなたはみすみす死んでやるつもりはない。生き延びてみせる。今回もだ。勝手な子たちばっかり。そうだな。しかしこたびの一件で彼らの心に少なからず変化が生まれたことも確かです。人の子らよ、お前たちを巻き込んでしまったこと今改めて詫びておこう。悔しいけど私たちの力だけじゃきっとこういう結果は生まれなかったわ。これはあなたたちと一緒だったからこそ切り開けた道だから、心からお礼を言わせてもらうわ。本当にありがとう。やれやれ、どうやらこの世界に幕が降りるようだ。もう少し君たちのことを学ばせてもらいたかったが、それは次の機会まで持ち越しとしよう。まあそんな機会はないに越したことはないんだがな。さらばだ人の子らよ。何時らの行く新たな道の先に光あらんこと。ざっとこんなもんです。